有限会社新園交通は、熊本県八代市に本社を置く、タクシーバス事業者である。八代市とその周辺を拠点に、タクシー事業を行っているほか、貸切バスや空港連絡バスの事業も行っている。スーパーバンペイユスーパーバンペイユ2018年現在、ローザのロング車が使用されている、空港連絡の路線バス、スーパーバンペイユを、定期運行している。 九州自動車道を経由し1日最大11往復を運行している。は乗車のみ、は降車のみ。2011年3月12日、九州新幹線が全線開通したことに合わせて、八代市内各バース停間での乗降が可能となった。ただし、空港発最終便に関しては、八代市内間での乗車はできない。また、 運転免許センター麻生熊本空港間のみの乗車もできない。3区パスでの利用はできない。航空会社のダイヤ編成に合わせて時刻表の変更が行われるが、基準となる航空便の到着に合わせての発車ではなく、最終便以外は定時運行となる。原則、座席の予約はできない。座席が超過となった場合には定型のタクシー会社が、 臨時で対応するため次の便を待つということはないが、5名以上での利用は事前予約を推奨している。乗客の利便性を考慮して、バス停留所でのバスとタクシーの乗り換え接続サービスも行っており、事前に会社や運転手に依頼すれば利用できる。トヨタプリウスのタクシー貸し切り車。ありがとうございます。